室町時代前期の武将。道のくごん森。火災市当主。大安三年、火災戦清の三男として誕生。聖母は、南部市。父については、一部で、持ち心とする説もあるが、戦清の、千、長兄満身、慈恵満衆、満身の、万、持ち江餌氏次長の、 持ちの字はいずれも足利将軍家から賜ったものであり、その順序からするとこれは誤りと思われる。意味名は最小帝心と言った。キューバに明るく武勇に引いてた名称と伝わる。長兄満心が永徳2年3月18日に創生、続いて時系の満州も取得元年2月7日に創生したため、帝心が着難となり、 父の死後その後を継いだ。欧米7年8月、鎌倉久保と対立して、反乱を起こした宇都宮市、広氏、志甲を、三日目らの要請を受けて、義兄、大崎千持と共同で攻め滅ぼし、物軍、押鹿軍などに領地を加造され、火災市最大の半島を築いた。同年10月に上落して三大将軍、足利義満に越見。 変気を賜り、満身に解明した。この際に、伊達政宗と共に、欧州丹大に任せられたと言われるが、詳細は不明である。死後、後を子、持ちが継いだ。満身の没年については、欧永27年11月18日とする、もの、文安元年6月13日とするものがあって、確証がない。ありがとうございます。